はい、いらっしゃい。へおじということで、今日もね、じいちゃん晩ご飯シリーズになります。というのも、以前、西山会長の動画で、浸透ひらめっていうのをね、やったんですけど、その時、水が入っちゃっててね、本当のポテンシャルが、発揮できてないひらめになってたんで、そこの養魚場の人がね、今日持ってきてくれたんです。ひらめのフィレと、あとはね、会長の方でもう一回やってくれっていうので、持ってきてくれた身を会長が持ってきてくれた。何とかわかるかな。また会長の動画が上がってるんで、そっち見てもらえばわかると思うんだけど、でね、会長がこの切り身を持ってきてくれたんで、これを使って、ちょっとじいちゃんのね、晩ご飯を作っていくよ。じゃあやっていくよ。やっていこう。はい。でね、今日作るのが、昨日テレビでね、伝説の料理人、じゃねえや、伝説の家政婦、志麻さんっていう料理をする方がテレビに出てて、それでね、なんか、ディグレレっていう料理を作ってたんで、僕も真似します。ね、なんかめっちゃうまいらしいんで、じゃあ今からやっていきます。まずはね、このマッシュルーム。マッシュルームをなんか引き詰めると書いてあったんで、まあ、じいちゃん一人なんで、何マッシュルームにしよっかな。ごマッシュルームでこれ、ごマッシュルーム。マッシュルームってこれ、洗わんでもいいのかな。ちょっと洗いますね。さっとね。さっ。さっとね。ちょっと汚れ落として。切っていくよ。なんだこれ。これ切るのかな。割れちゃうけん。これマッシュルームのところあんまり見てなかったからな。あ、落ちちゃった、マッシュルーム。こうして、マッシュルームでどう切るんだ。こう切るんか、こう切るんか。あ、こうだ。こう切るんだ。なんかマッシュルームって切りにくいな。はい、マッシュルームが切れたんで、こっちのフライパンにね、なんかマッシュルームを引き詰めると昨日言ってたんで引き詰めます。はい、マッシュルームが引き詰められました。ただ次に一回またまな板洗います。そうしたら切り身をね、作っていきます。切り身をね、どう切ろうな。骨ねえよな。あるが、骨あるが、会長。会長、骨残っとる。骨が残っとるね。こうでいいかな。こう。じいちゃん一人だで、何切れ食うかな、じいちゃん。じいちゃん4切れにしよっかな。ね、あとはちょっと取っておいて、ただこれね、こう並べます。ちょっとね、塩コショウするの忘れたんで、とりあえず昆布塩で俺また行くね。最近これにハマってますんでね。昆布塩、おしげ。で、ここに、胡椒。胡椒ね。ちょっとやってね。そして、ワイン。白ワイン。これを、こうやってね、なんかこう、ちょっとこう、こう、いっぱい入っちゃった。蓋をして、なんか蒸すとか言って、蒸すとか言っとったんで、蒸す。で、とりあえずこのまま蒸しておきます。蒸している間にこちらのね、フィレっていうのかな、これをちょっとこう取り出してね、これなんかね、脱水してあるらしいんで、これを刺身用に切っていきます。こう切ってこう切ってこんなもんでいいかな、とりあえず。こんなもんの。で、こっちを、こう、3切れぐらい。で、そうこうしてる間に、こっちはね、火がね、通ってきたんで、こっち焦げちゃったから、身を取り出します。でね。で、あんまくっついちゃう。ここへ、これみんなくっつくじゃん。くっつくじゃん、これ火が通ったかな。とりあえずこうやってね、置いてみます。この方がいいかな、格好は。この方がいいかな。ね、そしたらここにね、トマトとバター、忙しいな、これ。ちょっとこれを切ってね、よし、切ったら、これどうだったっけな。ここにね、バターを入れて、こうやってやっとったんだ、昨日。バター入れてソースを作るっつって で、ね、で、このトマトもね、入れちゃう、ね、
煮詰めていく。パッとどこ合ってみるのかわからんな。これちょっと塩とね、これでスタジオね、整えていって、はい、まあ完成。完成ってこれ乗っけて完成かな、こっちは。またこれちいちゃんびっくりすると、これなんじゃっちって、パセリをねちょっとおしゃれにちょっとこう散らしてね、でこれ完成、ヒラメのディグレレ。で次にもう一品、もう一個はねヒラメの、ヒラメ丼を作るんで、このタレもね今日いただいたんで、ヒラメのこの漬けダレを、これをどうする、こう入れて、ここに全部入れちゃいます。とりあえずねここに入れちゃいます。これをねこうつける。どんな味だろう。あー、生姜が入っとるな、これ多分だからここに盛ります。こう盛るよ、これをね。なんか盛り付けが変になっちゃって、ちょっと汁かけちゃおうか。調子がいい。でここに卵黄をね乗っけて、ひらめ丼の出来上がり。じいちゃん、できたぞ。作っちゃおうか。どう？あとは味噌汁。ニコニコしてできた、ニコニコして。今日どう？なんだ、わからんだろう。いただきます。これなんだと思う？ん？これ。これ貝みたいだな、これ。ちょっと違う。ちょっと違うだろう。さあ、何でしょう。縁側だ、縁側。わかった。わからんな、ちょっと。かかえのあれみたいだから。違うって、ヒラメだって、ヒラメ。どう、うまいだろう。どう、それ、味は。味なんかわかんないじゃん。ああ、何か分からんじゃん、困るじゃねえか。俺の料理がみんなまずいみたいじゃねえか。味が分からんじゃん。これね、ディグレレっていう、ディグレレっていう料理。どんな？まあ、おいや、こういう料理ですか。普通のカレー屋になったのがええな。カレーの縁だ。それ言っちゃうしまいだけどね、それ言っちゃうしまいだよ、あんた。カレーの縁だ。どう言っていいやろ、これ。そうなんだ。でもどうなの、うまねえのか。うまいよ。こういうディグレレはうまい、うまいんだ、うん、でもカレーの方がいいんだ。こうやってよりしいたけがいいね。マッシュルームより、うん、しいたけのうまいの。うん、好きだからしいたけ。しいたけの好きなんだ。困るわ。おっからその作ってくれたりな。しいたけで、しいたけの何を作ってくれたの。炒めたりする。しいたけを、うん、俺見たことねえぞ、しいたけ炒めたやつあったっけな。あったの。あるよ。あるんだ。食ったことねえな、椎茸炒めなんか。それ丼ぶりはどうなの？ん？丼ぶりだったらいいんだろう。うん、これうまい。うまいんだろ、丼ぶりは。ね。熱いな。むしろ汁熱いだな。どうらっ。チンチンだからな、チンチン。ね。で、今度はカレーがええか。ん？うん、何でもいい。カレーだとね、レトルトになっちゃうからな。またなんか作るわ。考えてな。でもゆっくり食べてって。カレーうどんがや、カレーうどんが。カレーうどんがいいんだ、リクエスト。カレーうどん。うん、おー。またちょっといつになるか分からんけどね。カレーうどんね。一応ね、頭に入れとくか、カレーうどん。あんたもめんどくせえ料理を考えてくれたな、おい。そういえばゆっくり食べといて。はい。はい、ってことでね、じいちゃんはね、凝った料理が嫌いってことになりました。で、今度ね、カレーうどんを作ってくれってことなんで、どっかでね、作ります。で、最後にちょっと2切れ余ったやつがあったので、ちょっと食べてみよう。じいちゃんの食レポがちょっとあれなんで、一回ね、これ2切れ余ってるんで、一回ね、食べてみます。いただきます。
もちもちしてる。うまいね、うん、これ結構ちょっと甘めの生姜みたいなタレが結構合ってますね。ということでね、まあ、最後までね見てくれてありがとう。バイバイ。